皆さんこんにちは、ショータイムです。今回ですね、サムネタイトルでも書いてあった通り、浦和レッズが本気を出したということで、柏レイソルに所属する江坂選手を獲得するのではないかという移籍情報について今回紹介していきたいと思います。まあここ最近ですか、非常に移籍ニュースが多く、舞い込んでくる中で、まあ近年でもね、結構稀なのかなというところで、夏の移籍がね、盛んになっている J リーグというところであるんですけど、まあそのね、中心にいる浦和レッズというところが早くも大補強に動いている中で、今回も柏レイソルの江坂選手を、ね、獲得するという情報が入ってきましたので、そちらについてね、今回紹介していきたいと思います。まあ柏レイソルにとっても、浦和レッズにとっても、 J リーグサポーターにとってもですね、非常に大きいニュースになると思いますので、ぜひね、最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということですね、早速今回の議題でもある江坂選手の話をしていきたいと思います。江坂渉選手、現在29歳の選手で、柏レイソルの10番江坂渉選手が浦和レッズ移籍することが今回濃厚になりました。まあ、ここにも書いてある通り、移籍の移籍金ですね、今回はなんと2億円近く、上っているということもありますんで、まあ、浦和レッズの本気度が伺えますし、まあ正直、まあこの移籍が実現してしまうのかっていう、まあびっくりしたニュースでもありましたんで、そこをね、深掘って紹介していきたいと思います。まあまずね、江坂選手の、まあ、これまでの形跡を大まかに紹介させていただくと、2015年にザスパ草津群馬でプロデビューを果たしました。そこらですね、江坂選手の、まあ、思い通りのプレーだったりっていうのができて、日々成長を遂げて、翌年ですね、に J2 の大宮アルディージャに移籍をしました。まあ、そこで2016年、2017年と、まあ、ほぼね、大宮アルディージャの中心格として成長を遂げて、2018年から柏レイソルに完全移籍をしました。まあ、そこからですね、まあ、スタメンで出る機会もあったり、なかなか苦しむシーズンもありましたけど、まあ、結果的には、今となってはですね、もうキャプテンマークを巻いて10番で、もう柏レイソルをね、中心とする人物にもなりました。まあ、今年にはですね、日本代表もデビューをして、まあ、ここからの江坂渉選手というところでのね、今回の移籍になりましたんで、まあ、非常に J リーグサポーターの中でもびっくりされた方は多かったのかなと感じております。正直ですね、この噂というところは数日前ほどからですね、まあツイッターだったりというところで、もう浦和レッズが江坂選手を獲得するというところで、ね、ツイッターで回ってはいたんですけど、まあ自分自身そこまで信憑性も高くないのかなというところで、嘘なのかなというところは思っていた中で、まあ数日後に、まあこのほぼ、まあ濃厚移籍することが濃厚になったよというところで、ね、発表されましたんで、朝ですね、このニュースを見たときは、まあちょっと目覚めるような、びっくりしたニュースでもありました。江坂選手はですね、主なポジションとしてトップ下というところを戦場としながら、まあ2列目を、ね、こなせる右サイドハーフだったり左サイドハーフもこなせる、選手となっていますので、まあ主に2列目の活躍する、江坂選手となっております。この江坂選手の最大の武器としてですね、まあ左右両足で蹴れる長短のパスだったり、昨年からですね、決定力っていうところも非常に向上しているこの江坂選手もありますんで、まあこの2列目においてね、非常にキーマンになれる選手なのかなと感じております。まあ、浦和レッズは先日ユンカー選手が加入してからですね、まあ、昨日というところでは、2得点を決めたり、まあ、このストライカーを確保した中でですね、まあ、この2列目のアシストをできる系の選手だったり、まあ、決定力を向上させられる選手というところを獲得できることになれば、まあ、この浦和レッズの3カ年計画としてですね、まあ今年もそうですけど、来年というところも非常に、まあ、期待のシーズンになるのかなと思いますので、まあ、早くも、正式発表を待ちたい、この江坂選手の移籍になったのかなと感じております。今季はですね、江坂選手16試合に出場して2得点という形で、まあチーム自体もですね、そこまで調子も良くなく、降格圏内に沈んでしまっているということもありますんで、まあここでね、江坂選手が柏レイソルを離れることになるのは、まあちょっとサポーターとしても、苦しい状況になると思いますし、まあ昨シーズンあれだけ活躍していた江坂選手と、まあオルンガ選手もね、冬で移籍してしまいましたんで、まあそういうことを考えると、今後のね、柏レイソルどのような状況になっていくのかっていうのは、まあ J リーグサポーターとしてはちょっとね、心配な一面なのかなと思います。オルンガ選手が移籍した移籍金などでですね、まあ新たな外国人選手を獲得するも、まあなかなかここまでですね、フィットしている印象もないので、まあそういうことを考えるとですね、また新たに獲得するのか、現戦力で、まあコンビネーションだったりコミュニケーション能力をね、発揮して、さらに連携度を高めていくのかっていうところでね、まあ今後の、柏レイソルの、方針にかかってくるのかなと思いますけど、まあひとまず、まあ浦和レッズに加入することになれば、浦和レッズとしてはですね、非常に素晴らしいニュースになったと思いますし、まあ反面ですね、柏レイソルとするとちょっとショッキングなニュースにはなるのかなと思います。まあこのね、江坂選手はまあ一見移籍することはまあそこまでないのかなと思っていた中でですね、まあこの移籍になってしまいましたんで、まあキャプテンマークを巻いて10番を任せられてる江坂選手が移籍するっていうのはね、まあちょっとびっくりしたニュースでもありましたし、まあその背景にはですね、記事によりますと、まあちょっとNLCの監督と揉めてしまって、まあこの今回の移籍もちょっとね、
進行度を増したっていうところもね、書かれていましたんで、まあそういうのを含めて、まあちょっとね、カチャレースの内部事情っていうところもうまくいってないのかなという印象もあります。まあ最初の方にも言いましたけど、浦レッズはですね、3カ年計画というところを立てて、まあ昨シーズンあまり思うような結果が出なかったものの、まあ今期ね、新しい監督を就任して、来年3カ年計画の3年目最終年ですね、というところを迎える中で、まあこの2年目でもですね、現在9位という非常に、まあここから ACL 圏内だっていうところが狙えてくる中で、まあこの、浦レッズの本気度が伺える、まあこの補強になったのかなと思います。浦和強化部とですね、監督、リカルド・ロドリゲス監督というところのね、まあ意思統一だったり本気度というところが重なって、まあ今回の移籍にね、動いたのかなと思いますし、まあこの現在9位というところではありますけど、ショルツ選手だったり、まあ酒井選手含めてですね、まあ守備陣を獲得したり、まあその反面、まあ今回の江坂選手という攻撃陣の確保もね、できた浦和レッズでもありますんで、まあさらにですね、層が厚くなった浦和レッズというところでもね、今後、要注目して見ていきたいと思いますし、まあ個人的にはね、もうさらに怖い存在になってきたなと思いますんで、まあこの夏に向けてさらに獲得していくのかというところを含めて、まあ浦和レッズを追っていきたいと思います。まあ浦和レッズにはね、もう他の J リーグサポーターからするとこれまでかという獲得状況になってしまいましたんで、まあ酒井選手だけでもね、素晴らしい獲得になったと思いますけど、まあそれに加えてショルツ選手だったり、まあ今回の江坂選手の獲得となれば、まあワールドクラスの選手がですね、3人この夏に加入することとなりますんで、まあ他のサポーターからすると非常に怖いニュースになったのかなと思います。まあ浦和レッズサポーターとすると非常に、ね、歓喜のニュースになったと思いますが、まあ反面、まあ途中にも言った通り、カシャリーするとするとですね、まあちょっと、まあショッキングなニュースでもあり、まあサポーターからするとちょっと苛立ちもある、まあ今回のニュースになってしまったのかなと思いますんで、まあ今後とも、まあカシャレイする浦和レッズともにですね、今後の移籍情報をどんどんね、追っていければいいのかなと思いました。リカルド・ロドリゲス監督のサッカーがですね、まあ、開幕当初はそこまで浸透しきっていなかったものの、まあここからですね、さらに、どんどん浸透度が増してって、ユンカー選手だったりというところも加入して、まあ来年のですね、3カ年計画最終年、まあ3年目ですね、というところを含めてね、浦和レッズさらに見応えがある、まあ見放せないチームになってきたなという印象がありますんで、今後とも浦和レッズのね、動向を追っていければいいのかなと思いました。はい、ということでですね、今回は、まあサムネタイトルでも書いてあった通り、まあ今朝出たニュースですね、浦和レッズがカシャレイソルのキャプテン10番でもある、江坂アタル選手を、まあ完全移籍で獲得することが濃厚になっているというところについて、今回紹介させていただきました。まあ話の途中にも言った通りですね、正直このニュースが、まあ噂が立った時は、まあ自分自身まさかありえないだろうというね、思いがありながら、まあ数日後には、まあこの正式発表まで至ってしまうという、まあこの浦和レッズの、まあ高校近年に対するですね、優勝に対する、まあ本気度が非常に伺えるニュースに なりましたし、まあカチャリーソル含めてですね、今後とも、追っていければいいのかなと思います。まあ江坂選手はこの決断ね、非常に苦しい決断だったと思いますし、まあ移籍したからには、まあ浦和レッズで優勝に貢献できるような選手にね、今後ともなっていってほしいのかなと思いました。ということですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画になったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ冒頭にも言った通り、ここ数日ですね、非常に移籍ニュースが多いんで、まあそこ含めてですね、まあ今後ともショータイム、いろんなニュース上げていければいいのかなと思います。まあそれ含めて、今年ね、1万人っていうところを目指して頑張っていますんで、ぜひね、まだチャンネル登録してない方は、今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。まあ明日以降もいろんなニュース上げていきたいと思いますし、まあ水曜日にはね、J リーグだったり、まあここ、今週ですか、というか ACL 含めて、まあ J1 のチームがね、いろいろ躍動するチームが増えてくるのかなと思いますんで、今後ともですね、ショータイム見逃さないで見てくれたらなと思います。ということですね、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、バイ。